こんにちは、卓球センター .jp の浜畑です。今日は前回フォアの基礎をしたので、今日はバックの基礎をお伝えしたいと思います。お願いします。まずは肘を曲げたまんま打つっていうのを意識していただきたいです。結構体とラケットの距離が遠いところで打つ人もいるんですけど、最初はそれがちょっと難しいので、まずは肘とラケットをちょっと体のそばで、スイングするっていうのを意識してください。で、あとはボールの捉え方なんですけど、ボールの真後ろにラケットを入れてあげるっていうのをちょっと意識してください。そこがまず捉えやすくて入りやすいので、下から入れちゃうと回転はかけやすいんですけど、ちょっとオーバーミスが多くなっちゃうので、最初はボールの後ろから捉えるっていう練習をしてください。やってみます。ボールの後ろからラケットを入れるイメージです。下から入れずに後ろからです。で、ボールの後ろからちょっと前に送ってあげる。で、その時に腕は伸ばさずに、もう曲げたまんま体のそばまでキャッチして送る感じです。キャッチして送るっていうのを意識して練習していただきたいです。ありがとうございました。